まだ結婚しとったけんさ、ほら、いつ妊娠してもおかしくないけん、妊娠しやすいようにっていうことでとか、ね、ほら、こんな、パソコンの前とかずっと思ったんだけど、妊娠しにくいとかなんとことか言ったりするやん。だけ、それは跳ねのけるためのエプロンみたいなのがあったりするやん、なんかね。これは初期の方とかも言おったね、そういえば。うちの母とかは。それよりも体冷やさんことが大事じゃんね、実はね。よし。もうなんかもう妄想の会話やな、はっきり言うとね。もう、バラバラもと、もう、妄想癖があるけど、これ。でも、とりあえず、体冷やしていいことはないっちゃ。あ、はい。何これ、4が終わったんで、5から始まります。ここまでつけてます。ここまで、はい、終わってます。ユニクロの回しもやないけど、ほら、ヒートテックあるやない?やっぱこう、なんか、こう、下にしても。あんなのはやっぱり着た方がいいよ。体冷やさん方がいいですよ。うん、でね、ここがね、冬はね、これ以上暖房が入らんちゃ、要するに、夏季厳禁やけん。そうなんよ。だけん、その足元は気をつけとってね、その腰とか。うん。動きよったら暑いっちゃけど、そんな感じで、気をつけてくださいね。中身が汚いんですか?中身が汚い。あ、そう。でも、そこまで。わかった。じゃあ、9800円って言ったけど、5800円?え?マジっすか?うん、言っちゃない。これじゃあ、セールの時に。セール、セール、もちろんセール、セール、セール、セール。じゃあ、ここを、黄色でやろう。そうですね。ああ、あ、素言してやったらいいね。で、上に取っとく。で、それをね、12月になったらずーっと撮って、ブログにアップしようと思うよった。そういうのが。うん。だって、それこそ、小石さん、広告の品っていうのはそういう感じで置いとってくれる、上に。はい。うん。私、このジンバオリみたいなやつさ、ダウンのさ、この、ベストね。なんか、西ジンバ歩きよったっちゃんね。これ25年くらい前の商品なの、実は。3980円。うん。もう3980円見えんやろ、これ。これ言うと、値段言うたら、あれやろ。もうユニクロとかではもう当たり前には売りようけどさ、でもそれでも3980円じゃないやろ。うん、そうだよ、なんかね、西陣を歩きよったらね、たまたま。ありがとう。もう超大情報、これ。大情報してますね。ちょっとボタンのところだけが少し腐食して、なんかちょっとあれやけど、味が出とうといえば、それまでいい。ベタが出だしたらもう切られんことなるっちゃうね。ベルトとかのベタが出たらもう切られん。